ピンポン。うん、ザコザコ、何してんのお前。いや、彼女、私たちとはちょっと純粋方法が違うんですよね。へえ。でさ、何これ。これは彼女の属性カードですね。額にペトって貼って性格を決めるんです。ああ、どうでもいいけど、この属性だけはやめろよ。まあ属性よりもまずは発声からです。今はいろんな言葉を発声させてチェックしてるところなんですよ。こんな感じで、可愛いハーフのマヨネーズに倍の量かけてそうなぞ。こっちっす。てめえ何言わせてんだ。あかりちゃん、ダメですよ。そんな背景に炎を使っちゃ。え、今この子調整してるから熱に耐えられなくて暴走しちゃいます。チワッス。わ、なんか来た。ザーコ、コミッション、うち連携、初対面で目を見れない。徐々に疎遠になるやつ。あー、メスが来てねー。お前みたいな陽キャに私みたいな陰キャの気持ちがわかるか。やっておしまい。あれ、自分でやれ。おう、何お前、なんかうちの妹を可愛がってくれたようやな。とか言ってくるばかり。はい、カンパス。なんてややめろや、こんなもんうちが使うわけないやろ。そうだそうだ、うちの姉はシルキー素材しか履かねえぜ。素材に泥棒してたわけじゃない。コンテは？あ、うん、おん。脇だね。みんなお掃除やめろ。父でけん、セクハラメスの気になる。こらやめて。彼女は今逃走中なの。今までの言動は本心じゃないのよ。そうなんか。なわけねえだろうね、ショムスで。てめえ、ほらー、ちょ、ストップストップ。こうなったら属性をつけて彼女の暴走を止めるしか。なるほど、なら早決めな。うん、どれにしようかな。うん、悩んじゃうな。どれ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 がいいかな。あ、そうれ、どれにしようかな。名前早くしようか。あ、うち日本語下手くそです。え？うち、カスカベ、つむぎです。おいおい、どうすんねん。大丈夫。ちゃんと面倒を見ますよ。葵ちゃんが。無理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 。